でございます。釣り子 TV です。釣り竿を1本買ってきてみましたよ。でね、ちょっと古い竿なんで、中古の竿なんですけども、このね、後ろに置いてあります。はい、この、ね、袋。まあ派手。かっこいいでしょ?ね、こんな、まあちょっと前から後ろにあったんですけど、実はね、これ会社の同僚にですね、もし見かけたら買ってきてくださいなんて言われて、そんでもって状態のいいものを見つけてですね、買ってきてみたんですけども、XOR っていうことで、海用のメガバスの竿ですよね。で、まあ自分も先日、この XOR シリーズの、シルバーシャドウという竿を買って、それでブラックバスで使っているんですけども、海から、ブラックバスまで、はたまた、ちょっとした餌釣りとかまでね、何でもできちゃうんじゃないかなと思って、一本ね、買ってきてみました。で、その、同僚に渡す前にですね、どんな竿か、開封動画とかやってるんでしょう、使ってくださいよ、なんていう風に言われたんで、見ていきたいと思います。何にしてもこの、派手な袋ね、これがね、この袋、の時点で欲しいんですけど、価格はね、1万円ほどで買えたんですけどね。はい。どれを買ったかちょっとじゃあ開けていきたいと思います。はい。出てきました。XOR のですね、これ番手が、EFX-610M って書いてありますけども、6フィート10インチで、ミディアムクラスだよっていうことで、9g から 28g のルアーにちょうどいいよなんて書いてあるんですけど、ジグウェイトマックスが 120g までしょえるよなんてことも書いてあるんですが、ベイトのこう、伝ごついね、こんなコスメの竿。でね、状態が非常にね、良かったんですね。ここら辺のグリップも、ほら、このグリップのところ、綺麗でしょ?そんでもって、このね、番手のところを見ていても、もうピッカピカ。で、特徴的なのはですね、こう、スパイラルガイドになってるんですね。こう、ねじりねじりってこう見えますからね、こんな感じで。ね、こんな感じでスパイラルしていって、ね、こう、スパイラルしていって、っていうね、竿なんですけども、もうね、このガイドの直径も太いから、なんだろう、リーダーとかを組んだとしてもスカスカスカーンって飛んでいきそうだし、あとはね、このバットの部分がね、太くてなんか結構いろいろなね、ルアー投げれちゃいそうだなっていうことで、結構一番メガバスが海やってくぞっていう時の、最初の方にね、出た竿なんで、いろいろこの、コスメにも気合が入っているし、この色なんかもいっぱい使っていて、で、大きなリールつけてもいいように、ここら辺のスクリューの部分もちょっと長めに、今のだとね、もう本当小型のリールピッてつけて、できるだけここ長くしないようにっていうようなね、やつが多いんですけど、海だからちょっとデカめのリールもつけるかもしれないっていうことを想定してから、だいぶここら辺がクリクリの調整の幅が広め。ね。はい。こんな竿なんですけども、そんでね、もう今はね、ネットでこの竿の情報を探してもなかなか出てこない。それで一つだけね、ページを見つけて、販売当時どういう竿だったのかね、ちょっとね、見つけることができたんで見ていきたいと思いますが、エクスペディア EFX610M メガバスっていうことみたいですね。そして商品説明も発見することができまして、湾内に存在するシーバスやロックフィッシュたちがコンタクトするディープスポットをたった1本のロッドで最小 8g からなんと最大 100g までのメタルジグでのバーチカルフォール、次なるスポットへの移動中に突如遭遇するサーフェイスでのボイルを始めた青物を今度は小型ジグやプラグにシフトしてキャスティングで狙い撃ちしてしまうスペシャルロッド。フランスベイエリアや日本の岩礁海岸では大型のロックフィッシュを相手に卓越したクランキングロッドとして活用しつつ、マズメ時、ボートをショアに接近させ、複雑なストラクチャーに待機するモンスターシーバスを、スピンテールジグやバイブレーション、ミノをキャスティングして取ることができます。ブランクスマテリアルは圧倒的なトルクを発揮するケブラーコンポジット FLEXFIBER、 これなんて読むんだっていうまあねやつですね。しゃくりとキャスティングを両立し、なお驚異的な耐火強度を実現した軽さとカリッとした感度が魅力。XOR、Xpediaはそんな次世代のファイバーグラスがもたらす圧倒的なゲームフィッシングプレジャーをメガバステクノロジーで具現化したアドバンスドゲームロッドです。ということで長さが、6フィット10インチで、ミディアムパワーで、ルアーのキャスティングだと 7g から 28g で、ラインはですね8ポンドから14ポンド、PE だと 0.65 から 1.55PE なんかを使ってくださいということで、アミラドフレックスのねブラックスと書いてありますね。ワンピースですよということでね。中古でね見かけることはたまにあったんですが、最近はもうそんなに見なくなっていて、そんでもってこんな綺麗な状態でね、見つけることができたんで、これねあれ予算が合えば本当で。どんな竿を探してたかっていうと、海でメタルバイブとか、あとはちょっと大きめのミノーとかで、ジョイクロもちょっと投げたいななんていう希望があって、でジョイクロ使いだとそのちょっと張りのある竿でビンビンって動かす使い方の考え方と、あとはまあただ巻きからたまにちょんぐらいで食わせる。使い方といろいろあるとは思うんですけども、まあ、この竿はなんだろうちょっとグラスっぽい感じのねこういうなんだろうなすごい曲がりそうなねブランクスの竿なんで、こうグリグリグリって巻いてきて、たまにちょんとか、船際でちょんとかやって食わしたりとかで、かけた後はねほんとね竿がギュイーンって曲がってくれそうだからね、こう非常にね張りがあってね、ミノーとかだったらアクションもさせやすいだろうし、バイブレーションのちょっとした当たりもこのなんだろうちょっとちゃんと曲がるブランクの力によってバッチリなんじゃないかなっていうことで、で説明書きの方にも書いてありましたけど、それこそメタルジグの釣りからミノーね、何でもござれ。バーチカルジギングから、そのままキャスティングゲームまで移動できるよっていうことで、1本で何でもできるような竿をね、である程度ちょっと大きめの竿も投げ方の工夫によっては投げれそうな竿、そんな竿がいいんですけどどれがいいですかね、で予算は、そんなにかけたくないっていうことで、中古で具合のいいね少し旧世代の竿なんかがあったらいいんじゃないのなんて話してたんですけどもさらにねこれで周りでもねあんまり使ってる人がいなかったんで、具体的にどんな感じかっていうのはね実際にこのね季節から秋ぐらいまで使い込んでみてね探していく感じにはなってしまうんだけども、絶対ねこれいいんじゃないかなと思って、それでおすすめしてみました。ワンピースっていうことでこれでねバッドジョイントとかだったらね、その友達は車とか持っていないからなおよしだったと思うんだけど、ボート釣りにね一緒に行くことが多いと思うから、だったら別になんだろう倉庫に入れっぱなしでも大丈夫じゃないみたいな感じで、ワンピースのこの竿をおすすめしました。で一番いいところはやはりですねこの袋じゃないですかね。昨今こんななんだろうこんな袋なかなかないですよね。これはね袋買いですね。竿ももちろんいいとは思うんですけど、こういうね上がる袋ね、こういうのね、またどんどん増えていってほしいななんて思いますけども、非常にもう備品で多分これ使ってないんじゃないかな、1回も投げてないんじゃないかなぐらいね、スレッドも1箇所もひび入ってないしで、エメラルドグリーンで非常に綺麗なね、スレッドであそここれ後ろ向きになってパイラルしていって、まあ安全を見てね P ライン 1.5 号っていう風に書いてあるけど、多分もうちょっとね太い P ラインなんかでもいけるかと思うんで、まあ、これでね、一緒に行った同僚が魚かけたりしたら、まあそんなところもねどうだったなんていう感じでね、どんどんねレビューしてもらおうかななんていう風に思いますので、今日はね代理で買ってきたよっていうことで、はいこの差をですねメガバスの XOR のエクスペディア EFX-610M、ミディアムということで、ね、これを買ってきてみたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。